オリックスが阪神との関西ダービーにビクビク。全試合がビジター状態になるかも。いざ蓋を開けてみれば 33-4 で圧勝しちゃうんでしょ。オリックスが本当に心配してるのはオリックスが勝った時のトラファンの暴動でしょ。背は阪神、パはオリックスの掛け持ちもいるだろうし、ファンの多さや応援で勝てるのなら阪神は毎年優勝してるはずなんだが、人気の背、実力のパ、オリックス日本一だろうな。京セラによく見に行くけど、最近オリの人気すごすぎ。昔は三塁側のチケット取ってベンチ見てるの好きだったのに、オリ姫だらけでチケット取れん W。心配いらない。どうせ千葉 VS 阪神になる。前回のトラウマでビクビクするのは阪神やろ。オリックスは戦力になってる。地元野手が多いしいいチームだと思う。ダービーって同一地域対戦とかライバル対戦って意味で使ってるんだぞ。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。